今日は累計講演回数1000本超えマイクロアントレプレナー企業歴30年そして出版書籍も絶好調ビジネス心理学講師の坂井敏夫です。この動画チャンネルでは小さな会社やお店の売り上げアップ、そして企業独立に役立つ情報を発信しています。今日のテーマは、会話が続かない人が会話上手になる質問の仕方というお話です。あなたは相手との会話がすぐに終わってしまい、沈黙が続き気まずい思いをすることが多くないでしょうか。以前の私がまさにそのタイプでした。今日の動画を最後まで見ていただくと、会話が苦手で話をしていても相手との話が続かないと悩んでいる方のために、簡単な質問の仕方をご紹介しますので、どうぞ最後までご覧になってください。またこの動画チャンネルでは、企業志望者や小さな会社やお店、マイクロアントレプレナーのために、経営、営業、販促、広告、マーケティングに役立つ動画、さらにはビジネスコミュニケーションやビジネススピーチ、そしてモチベーションアップに役立つ動画をたくさん投稿していますので、ぜひチャンネル登録をして他の動画もご覧になってください。また講演依頼、講演資料の請求についても説明欄に記載していますので、ご覧になってお問い合わせください。こちらの本、心理マーケティング100の法則にも書きましたが、会話が続かない人の話し方にはある特徴があります。実例を紹介しましょう。先日私がスポーツクラブに行った時のこと、更衣室で隣にいた元高校の先生だった A さんが話しかけてきました。 A さんが聞きます。あなたはよくスタジオプログラムに出ているけど、どういうところが一体楽しいの？私が答えます。最初は筋トレだけだと有酸素運動が足りないかなと思って参加するようになったんですけれど、そのうちに複雑な振り付けとか覚えるようになると頭の体操にもなるし、30分も動いていると汗もよく出るので気持ちもスッキリするところでしょうか。 A 先生が質問します。初心者だったら最初は何から出ればいいかな？私が答えます。そうですね、簡単ステップとかがいいんじゃないでしょうか。比較的簡単な動きですけれども、結構汗が出ていい運動になりますよ、などとしばらく談笑が続きました。 A さんとはいつも話が弾みます。そして着替えてトレーニングルームでストレッチをしていると、 B さんが声をかけてきました。今日はお一人ですか？はい。雨が降ってきましたね。そうですね。さて、あなたは先ほどの A さんと今の B さんの会話の種類の違いがわかるでしょうか。 A さんの質問は、こちらが会話をしないと成立をしない質問です。一方 B さんの質問は、こちらがイエスかノーかで答えることのできる質問です。 A さんのような質問をオープンクエスチョンと言い、 B さんのような質問の仕方をクローズドクエスチョンと言います。よく会話が続かないんですという人がいますが、そういう人は大抵後者のクローズドクエスチョンが多くなっています。例えば、お一人ですか？はい。料理がなかなか出てきませんね。そうですね。よく来るのですか？はい。沈黙。という感じ。一方、会話の上手な人はオープンクエスチョンを対応します。例えばこんな感じです。このお店の料理で美味しいものはどんなものですか？ここはサラダが新鮮だし、野菜の種類が豊富で美味しいですよ。契約農家から毎朝届けてもらっているようです。たまに見たこともないような野菜が並ぶ時があるのですが、それを食べるのも楽しみの一つです。このお店に来るようになったきっかけは何ですか？友達の誕生日パーティーの時に来たのですが、その時に料理が美味しいなと感じて、スタッフの接客態度もキビキビしていて、とても印象が良かったので、それから月に何度か来るようになりました。という感じ。オープンクエスチョンのコツは 5W1H を使って質問をすることです。いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どうやってを質問に含めます。例えば、いつそれをお知りになったのですか？どこで会われたのですか？誰と一緒だったのですか？何がお好きですか？なぜそこに行こうと思ったのですか？どうやってそれを手に入れることができたのでしょうか？といった 5W1H を含めた質問を織り交ぜながら会話をします。こうした質問は、相手にイエス、ノー以外の言葉で話をさせるきっかけとなります。このようなちょっとしたことを意識すると、お客様とのコミュニケーションもぐんと円滑になります。オープンクエスチョンとクローズドクエスチョンでは会話の内容が変わってきます。会話が続かないなぁと思っている人は、 5W1H を使って質問するオープンクエスチョンを中心にしましょう。コミュニケーションがぐっと円滑になりますので、ぜひお試しください。またこちらの動画では、売れるセールストークのコツ、営業販売トークの秘訣は前提にありを紹介しています。こちらの動画をご覧いただくと、優秀なセールスマンや話術の達人はどのような心理学的スキルを使って相手の無意識に影響を与えているのか、そしてどのようにして欲しい成果を手に入れているのかを説明していますので、どうぞご覧になってください。以上、今日は会話が続かない人が会話上手になる質問の仕方というお話でした。今日も最後までご覧いただきありがとうございます。感謝申し上げます。今日の動画があなたのご商売やビジネスのお役に立ちましたら、ぜひ高評価ボタンをポチッと押してください。よろしくお願いいたします。累計講演回数1000本超え、マイクロアントレプレナー企業歴30年のビジネス心理学講師の坂井敏夫のこの動画チャンネルでは、小さな会社やお店の売り上げアップ、そして企業独立
に役立つ情報を発信していますので、動画右下の登録ボタンからぜひご登録ください。また坂井敏夫の公式 LINE に登録をいただくと、今なら企業独立商売ビジネスにすぐに役立つ10本以上の動画とビジネス資料をプレゼントしています。登録の案内はこの動画の下の説明欄に記載していますので、お読みいただきぜひ今すぐにご登録ください。さらに講演の依頼や問い合わせ、講演の資料請求についても動画下の説明欄に記載していますので、お読みいただきご依頼お問い合わせください。それではまた次の動画でお会いしましょう。